こんにちは、綺麗画家久保修です。今日は中級編第3回目のかぼちゃとピーマンという作品ですが、これに今日は色付けをします。このようになってます。そしてこれがこの分の下絵になりますね。これでまた、色の紙の上に重ねていって色付けをしていきたいと思います。このようにこの野菜の場合でもそうですけども、黒のラインの真ん中を切っていきます。これで言うとこういうところですね。こういうところをこう切っていきます。濃い方を奥にするか手前にするかによってまた雰囲気が変わってくるので、濃い方が後ろにある方が陰影が出るかと思います。鍋を、ね、に色を入れていってます。ついついこういう作業になると黙々として喋らなくなるので、これは中級編ですけど色付けはわりかし簡単にできると思います。こういう感じピーマンに色付けが終わって、次に、後ろのこの鍋にですね色をつけました。次はこの湯気に色を入れたいと思います。この湯気のラインの真ん中を切っていきます。この湯気なんですけども、湯気に使った紙はこういうふうに少しマーブル模様が入っているかと思うんですけど、こういったものをちょっと質感を出すためにこういうふうなのを選んで使ってみるのもいいかもしれませんね。じゃあここまで今できたので、今度このバッグに色を入れたいと思います。切っていくといろんな部分を取っていくとこういうふうになって、今度バッグ切るんですけど切りにくくなるので、そういう場合はコピーを何枚か用意しておいて、新しいコピーでバッグを今から切り取っていきます。
で一応仕上がり付けは仕上がったんですが、ここはやはりいつものように切った感があるように見せるためにあえて色を入れておりません。綺麗なんだな、切ってるんだなっていうのがよくわかるんじゃないかと思って、もちろん色入れたい方は色を決めて貼っていってもらえます。はい、完成しました。中級編第3回のかぼちゃとピーマンですね。こういう風に仕上がりました。いかがでしょうか。かぼちゃにはですね、あえて色を入れていません。切り絵で切ったというところのイメージを見せたいのと、この影ができることによって、シーナー立体感が出せるということで、こういう風に仕上げました。いかがでしょうか。この動画がいいなと思われた方は、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。ではまたお会いしましょう。